はい、あつしです。ということで、今日はハグハグさんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ハグハグさんはですね、ずっと、こう、ライブに見てくださってて、まあ、YouTube もね、もちろん見てくださってて、それで、思い切ってね、YouTube に出てもらうということで、ね、ハグちゃん、何歳で亡くなったんですかね？10歳と9ヶ月と20日なんですけれども、10歳9ヶ月20日で、亡くなって、1年と6ヶ月経ってる状態と。そうです。はい。いうところで、まあ、お願いしてくださった、理由っていうのが、1年6ヶ月の供養になるかなと。そうです。はい。いうところで申し込んでくださったと。いつもライブを見てくださってる方とかは、結構、ハグハグさんって聞いたことあるかなって。そういでうすところね。ですね。じ勇気ゃあ、を出して顔出しました。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ハグちゃんの写真は、サムネとか、また、どっかに載せさせてもらっているので、ハグハグさんの後ろか。後ろにちゃんとはい。バックで。ずっとね、出さなくてもずっとバックにいてるっていう そうです。はい。こうしてもらうと一番話しやすいかもしれないですね。そうですか。はい。後ろで見守ってもらってます。いや、そうですね。すごく、なんというか、ハグハグさんを守ってるみたいな感じになってますけど。そのハグちゃんなんですけど、一つ目の質問ですね。まあ、今、何をして暮らしてるかっていうところ。二つ目、生前何してる時が一番幸せだったか、楽しかったかっていうところですね。で、三つ目、今、ハグハグさんに伝えたいことっていう、この三つを、聞いていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。それではですね、亡くなってね、1年と6ヶ月のハグちゃんと、お話ししていくので、まずはね、呼び出していこうと思います。で、今ですね、呼び出したところですね、すごく喜んで、なんかこんな感じで、はい、来てくれましたね。なんというか、喜んだ時のなんか特殊な喜び方っていうんですかね。そうですね。はい。ね、こう手を挙げて、はい、なんか嬉しそうに、やってきてくれました。旅立ってからね、1年6ヶ月どうしてたのかっていうのをちょっと聞いていきましょう。それを、聞く前にですね、生前はですね、ハグハグさんがね、すっごい話しかけてくれたって言ってますね。それで、私は結構それを聞き役だったっていうことを言って聞まくすね。役。よく聞いてくれてたんですね。そうなんですね。確かに一人二役で言ってました。ああ、そうですか。なんかね、もうじき生まれ変わるようなことを言ってますね。隣会、そうなんですか。今、本当にその最終段階っていうんですかね。最初にね、まあ、亡くなって、向こうの世界に行った時は、ちょっとね、寂しい思いをしたみたいなんですよね。はい、なんですけど、しっかりと、ちゃんと友達ができて、楽しくしてると。亡くなって、やっぱハグハグさんと、こう暮らしてた時のやっぱり寂しさっていうんですか。はい。っていうのを最初ちょっと引きずったようですね。だからね、あっちの世界でちょっとなかなか、みんなと打ち解けるっていうんですか。前のことをちょっと引きずってなかなか仲良くなれる。思いっきり遊ぶっていうのがちょっとできてなかったみたいですね。それが今はですね、はい。すごく、楽しく暮らしてるみたいですね。よかった。ちょこちょこね、呼び出されて、ハグハグさんがね、呼び出してお話してるのかなと思います。そうですね。はい。なので、ちょこちょこね、家に帰ってるって言ってますね。お供え物をされていますか？お供そんな、え物っしてまて。す。はい。それをね、結構、なんか、いつも見てるみたいですね。お供え物をちょっと見て、楽しんでるみたいなので、ハグハグさんがしっかりそこ、いろんなものをお供えされてるのかなって感じですね。ハグにそっくりなぬいぐるみを何個か飾ってあるんですけれども、それと、そうですね、好きなさつまいも、焼き芋とか、そういうのも飾ってあったりとかしてます。ああ、そうですか。まあ、ね、食べることはできてないんですけど、それをね、結構見て楽しんでるようですね。向こうではね、結構ね、遊んでばっかりじゃなくて、ちょっと勉強になるようなこともなんかあるみたいですね。遊んでばっかりじゃないよって言ってますね。私にも勉強してるイメージがたまに伝わってきます。ああ、そうですか。
すごくね、勉強熱心というかね、私よりもね、ママの方が勉強熱心なんで、だからね、負けてられないわ、みたいなことを言ってますそうね。なんですか。そういうところも、生前ですね、いろいろ学べたことが良かったって言ってますね。そういう姿を見てたのかなって思います。今ね、何をしてるかって言うと、やっぱり学ぶことが多いっていうお話ですね。一つ目のね、質問としては。ね、走り回って遊んでるのかと思ったら、そうではなく結構勉強家っていうんですかね。学ぶことが結構あると。他の方とかからもね、いろいろ話を聞いたりとかいろいろしてるんでしょうね。じゃあ、二つ目行きましょう。生前何をしている時が一番幸せだったか、何が楽しかったかですね。ハグハグさんのね、ぬくもりを感じている時が一番幸せだったって言ってますね。まあ、結構甘えただったのかなっていう。そうです。まあ、何が楽しかったとかもね、ちょっと聞いておきましょう。ハグハグさんを追いかけるというか、二足歩行になってる時って言うんですかね。餌の時とかもですかね。結構、こうやってやって、お願いしたりとか。ハグハグさんの後ろ姿、追いかけるみたいな。散歩の時とか、何かな。ご飯の時とか、なんか散歩の時とか、ハグハグさんの後ろ姿から、なんかね、こうやって遊んでるみたいな。よくやってました。はい。のが、すごくね、なんか楽しかったみたいですね。だから、ね、どのシーンっていうのはないんですけど、二足になってこうやって、はい、やってる時がすごくなんか楽しかったみたいですね。よく私の膝の上に乗って寝てたりとか、いびかいて寝てたりとか、だからどかすのに結構大変だったりとか。ね、すごく居心地が良かったというか、ね、そこがすごく、本当に、ね、寝心地が良かったっていうわけじゃなくて、ハグハグさんのね、はい、ぬくもりっていうのを感じたかったっていうところが、はい、大きかったのかなと思いますね。ハグちゃんとの絆っていうのが深すぎたので、こう亡くなってからも離れるっていうのが辛かったっていうところがあるのかなと。かもしれませんね。はい。はい。私そもしてペッちトロょっと、スの状態だったりとはい、かそ れあをっね、たやっので。ぱり引きずってしまうと、ハグハグさんがもうね、引きずったからなのかちょっとわからないですけど、ちょっと最初の方がね、友達ができなかったっていうところ、はい、あるので、なのでやっぱり飼い主さんもね、亡くなってからもね、ちょっとしたらちょっと元気になるっていうのも大切になってくるのかなっていうのはちょっと感じましたね。はい。じゃあですね、ハグハグさんにね、伝えたいことをね、ちょっと聞いていきましょう。ママは私と一緒で、ちょっと怖がりなところ、ちょっと驚きやすいっていうんですかね。はい。ところがあるっていうことを言ってますね。思ったほど、そういう怖いものとか、驚くようなことっていうのは、存在しないから、もっと安心したらいいよって言ってますね。あっちの世界にいると、やっぱりね、あっちの世界のこともいろいろ学べるみたいなんですよね。そういうのを学んだから、それを教えてくれてるんですね。思ったほど怖いものはないっていう言葉になります。だから、安心したらいいよって、そう、何かね、不安に思ったりとか、するようなことは起こらないっていうことですね。こう、意外にこの世界っていうのはね、厳しいこともありますけど、意外に優しい世界が広がってるんだよって言ってますね。ハグハグさんと暮らした、日々っていうのがですね、今のハグちゃんにとってもですね、すごく勉強になったみたいなんですよね。すごく楽しかった、すごく良かったって言ってますね。よかっはたい。です。これ以上の経験はないって言ってますね。そうなんですか。嬉しいはい。です。なんで、はい。それぐらい、やっぱりね、楽しかっただけじゃなくて、いろんなものをね、学んだんだなって。すごくね、ハグハグさんは笑顔の素敵な人なんで、いつも笑っててほしいなって言ってますね。悲しい顔は似合わないよって言ってますね。でも楽しい顔をしているといいことが起こるよって言ってますね。なので、ハグちゃんからのメッセージとしては、笑っときなさいよって。私もね、離れた時にはやっぱりずっと悲しかったんだけど、いろんなやっぱり経験を通して、はい、笑ってるといいことが起こるとっていう経験をしたから、ハグハグさんにも
そうしててほしいなっていう、あはりい、がとこうごとをざいま言っす。てますね。パートナーすさんごいからし。伝えたいこととかあれば伝えておきますよ。いつも空から守ってくれてるみたいなんですけれども、ありがとうございますって 伝えてください。はい。いつもっていうのはちょっと難しいんですけど、はい。見守れるときは見守るとか、みたいそに。うですね。はい。はい。ずっとっていうのはちょっと難しいけどって、私、はい。言ってますね。はい。はい。すごく明るい子で、あっちでも、こう、友達多いでしょうね。あれだったらね。そうですね。生前あんまり友達を作ってあげる機会がなかったので、お空に行ってから、友達が、たくさんできてくれて、すごい嬉しいです。はああ、い。もしかするとそれもあったかもしれないですそうね。ですね。はい。それもね、最初だけで、徐々に徐々に、こう、みんなと慣れていって、今ではね、そんなに大人数じゃないでしょうけど、はい、楽しく暮らしてるようなので、ああ、よかったです。はい。はい、なのでね、ハグちゃんも楽しんでるので、ハグハグさんもね、もうこれからもう楽しんでいくっていう、そうですね。はい。笑顔っていうところがですね、ハグちゃんからのメッセージなので。わかりました。はい。笑顔を大切にしてもらえるといいかなと思いますよね。はい。ということで、今日は、ハグハグさんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうはございい。ました。